2022年の心臓リハビリテーション指導試験予想問題。第77問、レジスタンストレーニングの絶対禁忌で誤っているのはどれか。1番、不安定な冠動脈疾患。2番、急性心筋炎。3番、急性心外膜炎。4番、コントロールされていない不整脈。5番、コントロールされていない高血圧症。160以下。さあ、どれでしょう。答えは5番ですね。コントロールされてない高血圧。160台は大丈夫です。180以上は、絶対禁忌になります。これは相対的禁忌です。以上です。